ザ・スーパーガールは1979年4月から80年3月まで放送された昭和を代表するお色気アクションドラマです。婦人警官だった広瀬優子は警察を辞め、現在の法律では裁けない悪に挑むために女だけの探偵社を作りました。それがスーパーガールセブン探偵社。平均視聴率が 15% 以上という東京12チャンネルでは考えられない人気シリーズでした。これまでに300話以上放送されてきたプレイガール、プレイガール Q の後継番組、そのザ・スーパーガールの出演者たちの現在をご紹介します。広瀬優子、野際陽子さん。元婦人警官でパリ ICPO インターポールでの勤務経験もある探偵事務所スーパーガールセブンの所長。立教大学出身の野際陽子さんはミス立教に選ばれたことがあり、また英語劇にも出演していた才女でした。1958年 NHK にアナウンサーとして入局しましたが、4年後に退社。 TBS のディレクターからの誘いもあって、1963年火の器でテレビドラマデビューしました。1968年から放送されたキーハンターは視聴率 30% を超える大ヒット番組となり、共演した千葉真一さんと1972年に結婚されました。長女の真瀬樹里さんは黒柳徹子さんの自伝ドラマトットちゃんで野際さん役を演じるなど、女優として活躍中です。着物姿のシュート役など幅広い役柄を演じてきた野際さんでしたが、2017年ドラマ安らぎの里の撮影を終えた1ヶ月後、肺腺がんにて81歳で永眠されました。長谷理恵、牧玲さん。運転技術抜群の元交通課府警、特技は少林寺拳法で空手有段者でした。牧玲さんは1967年に東宝俳優養成所に入所、天下の青年でテレビドラマデビューしました。アクションが得意で、ザ・スーパーガールでは激しい格闘シーンを見事に演じていました。スーパーロボットレッドバロン、緊急指令10-4-10-10などに出演されていましたが、1987年以降は活動の記録がなく、女優業からは引退されているようです。しかし2009年から牧玲だった私というブログを開設しており、今でも更新され続けています。2021年8月現在72歳、ご健在です。榊香織、五木玲子さん。元少年課府警、特技は中学生の時から始めた柔道で、准看護師の資格も持っていました。五木玲子さんはイタリア系アメリカ人の父と中国人の母の間に生まれました。1985年に帰化するまでは台湾国籍でした。国籍の問題でミスインターナショナル日本代表を辞退したこともありましたが、その後モデルやグラビアの活動を始め、イレブン PM のカバーガールやカネボウの第8代水着イメージモデルなどで人気となりました。女優として1978年にテレビドラマデビュー、お色気とアクションで活躍をされました。しかし自らホテルニュージャパン社長だった横井秀樹氏との関係を告白するなど、スキャンダルもありました。1980年ミラクルガールの出演を最後に芸能活動は途絶えています。現在は出身地の愛知県に住んでいるという情報もありますが、詳細は不明です。白石美加、泉淳さん。元警視庁経理課に勤務、特技は水泳で、スーパーガールセブンでは財務係でした。泉淳さんは1976年日活ロマンポルノの映画カンジルンデスの主役に抜擢されてデビュー。一時日活を離れ、ザ・スーパーガールなどに出演をしましたが、1980年にはロマンポルノに復帰し、大人気スターとなりました。1985年には日活で育った森田芳光監督作品映画それからにも出演されています。相米慎二、根岸吉太郎、滝田洋次郎といった監督を育てたロマンポルノも1988年には終了となり、翌年泉さんも女優を引退、料理家の結城進さんと結婚されました。
現在はご夫婦で和食店を経営されていますが、会員制ということでかなり高級なお店のようです。並木悦子、田中直美さん。探偵に憧れ事務所に出入りしていた女子大生、そのまま居ついてしまいました。田中直美さんは東洋大学文学部に在籍中の1979年、カーオーディオメーカークラリオンの第5代キャンペーンガールに選ばれました。この頃からクラリオンガールと呼ばれるようになり、多くの女優タレントを輩出することになりました。田中さんはグラビアで活躍しながらザ・スーパーガールでドラマデビュー、その後短い期間でしたが女優として活動しています。2006年に病気のため48歳という若さで永眠されました。藤村麻里、山本リンダさん。スーパーガールセブンの探偵でありプロのカメラマンでもありました。山本リンダさんは1962年雑誌双燕の専属モデルとなり芸能活動を開始。1966年困っちゃうなで歌手としてデビュー、ミリオンセラーとなりました。1972年にはどうにも止まらないが大ヒット。悪友戸倉俊一のゴールデンコンビによる一連の作品は次々とヒット。大胆な衣装は話題となり、へそ出しルックの先駆けとなりました。50年以上にわたる芸能活動は忘れられそうになるとまたブームが来るという繰り返し、芸能人としての魅力が絶えない方でした。2001年には7歳年上の常葉大学教授の稲葉光彦さんと初めての結婚をされました。現在でも活動の幅を広げ、文化庁のプロジェクト歌で元気を取り戻そうに講師として参加、70歳を超えても元気にご自身のライブ活動をされています。柄本律子、ジャネット八田さん。事務所のサブリーダー的な存在、クレー射撃でオリンピック代表選手候補になったこともある元婦人警官。ジャネット八田さんは資生堂専属モデルとして芸能活動を開始。ポーランド系アメリカ人の父と日本人の母を持つその容姿は多くの人の目を引きつけました。1974年には ATG 朝木夢見氏の主演で女優としてデビュー。時代劇の出演が多く、若様侍取物帳、破れ傘当主、悪人狩りなどの出演が続きました。1981年にプロ野球西武ライオンズの選手だった田淵幸一さんと結婚、芸能界から引退されました。長男の田淵雄翔さんはフジテレビアナウンサーをされています。次男の田淵定治さんは俳優をされているのですが、2001年以降は活動はされていないようです。現在は東京都杉並区にご夫婦そろってお住まいです。早川紀子、新藤恵美さん。元特捜課勤務の府警でレンジャー隊員でもあり変装の名人でした。新藤恵美さんは1965年松竹のニューフェイスとして映画俺たちの恋でデビューしました。1971年テレビドラマ美しきチャレンジャーの主演で人気と知名度が上がります。その後あまりいい役には恵まれず、1980年代には日活ロマンポルノにも出演。1989年から出演した映画極道の妻シリーズでの貫禄ある演技が印象に残りました。1974年に結婚した俳優の長谷川昭雄さんとは早くに離婚。1990年に再婚されています。2008年には那須に移り住み、パブのママをされています。現在の芸能活動は控えめですが、2020年には舞台友情コスモスのバラードに出演されています。水木真由美、日向明子さん。ヌードダンサー出身、元スケバンでしたが優しい男に弱い純情なところもありました。日向明子さんは1979年日活ロマンポルノ白い膨らみでデビューしました。2作目の禁じられた体験以降主演を続け、低迷していた日活を支えました。同時にテレビドラマにも出演されています。3年 B 組金八先生では日向さんの名演が光りました。
その後も NHK のお深夜、時代劇、刑事ドラマに多数出演されました。2011年公開の映画、白夜行の撮影が終わった同年3月、ご主人に見守られ、急性骨髄性白血病で永眠。56歳の若さでした。駒田誠二、谷寛一さん。広瀬優子の警官時代の上司。口癖からついたあだ名が困った警部でした。谷寛一さんは大衆劇場ムーランルージュ新宿座の研修生として1950年に入団。1958年、月光仮面の袋五郎八役でテレビデビューしました。浅草フランス座で一緒に下積み時代を過ごした渥美清さん、関啓六さんと結成したお笑いトリオ、スリーポケッツがテレビで大人気となり、喜劇人として知名度も上がりました。トリオが解散してからは、ドラマ、細腕繁盛記、大岡越前などに出演されました。妻は浅草フランス座で座長を務めたこともある女優の玉川みどりさんです。2000年から日本喜劇人協会副会長を務めていましたが、体調不良もあって芸能活動は控えていたようです。2007年6月、脳腫瘍のため東京都新宿区の病院で永眠されました。74歳でした。最後までご覧いただき、ありがとうございました。